ずらりと並ぶ夏の食材、詳しく見ていきます。店長、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。まずは夏といえばのスイカですが、かなり大玉でかつお手頃に手に入りますね。そうですね、今たくさん出てますね。まあ、県内産のスイカの時期もですね、もう残りが短くなってきたのでですね、やはり夏といえばスイカなんです。ぜひ楽しんでいただきたいですね。続いてがパプリカですが、カラーバリエーションがとても豊富ですね。そうですね、とっても色とりどりですね。パプリカはまあ、ピーマンと同様なんですけど、加熱調理しても栄養素がですね、変わらないので、非常にこの夏バテにはですね、いいお野菜かなと思いますね。はい、続いてバジルですが、これ育てやすいので家庭菜園とかにも向いてますよね。ここ数年家庭菜園でも非常に人気ですね。はい、やはり香草の代表格というふうなところでですね、特にイタリア料理によく使われる野菜ですね。はい、続いて塩菜ですが、あまり聞き慣れないんですけど、これはどういったお野菜なんですか？そうですね、こちら中国原産の野菜になってまして、特徴としては非常にえぐみがなくてですね、何の料理にも合わせることができるいいお野菜ですね。はい、最後にみょうがですが、今の時期ぴったり、おいしい薬味としていいですよね。そうですね、薬味で使われることが非常に有名かと思いますけど、効果としてはですね、この夏バテでですね、弱った胃腸のですね、調整機能とかもありますので、ちょうどぴったりかなと思いますね。はい、今週のおすすめ野菜はこちら、みょうがです。はい、みょうがについてはですね、切り方をですね、ご紹介したいと思います。はい、一般的に切り方はですね、小口切りというふうなところでですね、他の具材と絡みやすいのが特徴かと思います。そして縦に切る千切りの方はですね、食感も若干変わりますし、箸で、掴むときにですね、非常に扱みやすいというふうなですね、特徴があると思いますね。はい、このみょうがは長期間保存できるんですか？そうですね、保存方法にもよるんですけど、このようにですね、まず1本ずつ洗っていただいてですね、ラップで1本ずつくるんでいただいてですね、そして冷凍保存用の袋でですね、約2ヶ月ぐらいは大丈夫でしょうか？そんなに長期間保存できるんですね。はい、大丈夫ですね。みょうが独特の爽やかな風味を楽しんでください。最近みょうが大好きなんですよ。なんか大人になるほど好きになりました。ね、